皆さんこんにちは、シダル TV 石井亮介です。本日も JGM 笠間ゴルフクラブさんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。はい、ピート台設計の非常に素晴らしいゴルフ場です。そんな素晴らしいゴルフ場の1番ホールでアプローチウェッジの撮影をさせていただいておりますが、いよいよ日没が近づいてまいりました。さささっと来たいですね。はい、14さん、はい、これは新しいモデルですね。 RM アルファっていうんですか。でも優しいタイプのウェッジだなっていう、割とこう地面側に当ててってもうまく抜けてくれるし、プロモデルウェッジは難しくないですかと。はい、アマチュアにはアマチュアのためのウェッジがある。シングルを目指すプレイヤー向けに設計した新カテゴリーのウェッジ RM アルファ。そして58は58で揃ってるんですけど HML って書いてあるんで、おそらくハイバウンス、ミドルバウンス、ローバウンスなのではなかろうかと思います。はい、正確にはミッドバウンス、ミッド、はい、ハイ、ミッド、ローの3種類があるので、はい、58度ちょっと打ち比べていただこうじゃないか。はい、シャフト何入ってますかね。これは TS114W バージョン2。はい、これは日本シャフトと共同開発したウェッジ用のやや軽めのシャフトなのかなっていう感じなので、お好きなバウンスからちょっとミッドからいきましょうか。打っていただきたい。まあソール幅は割と広め、丸めと、まあ全体的にこう落としてはあるんですけど、まあ頭側とヒール側をうまく落としてあって、でリーディングエッジ側に落としてないですね。こっちが落ちてる。まあここの設置面積は丸い感じがしますけど、大きめにソール見えるけど当たるのはまあここまでなんだろうなっていう感じがしております。小林さん、構えた感じは、はい、今日見た中でも結構大型ですね。大型大きいで、ヘッドのシェイプはもう本当昔、まあ初代とは違うな、まあ、14っぽいなっていう感じがして、割とこう大きめだけど遠側がちょっと逃げながら、でもヒールも割と高さがあるんで、よしあし別としてそれを上級者が使うのかなっていうぐらい結構がっつりしてる感じが、うん、がっつりしてますね。しましたけど、でもこう当たった感じ小気味ですね。パチッっていう結構音がするタイプの、結構ソウル仕事させてほしい系かなというふうに。まあでもね、それが今度ローとハイとあるんで。ああ、そうかそうか。その違いが、うまい、やったぜ。ああ、ついに入ったついに入ったこれあの適当マン、そういうね、運命感じちゃうからね出会いをすぐ運命感じちゃうから、うん、好きになった人がタイプだからでも優しいタイプのウェッジだなっていう、割とこう地面側に当ててってもうまく抜けてくれるし、いろんな入れ方今してても結構安定して同じ結果になってくるんで、ちょっと低めに抑えて出ますよね。今日何本も打った中では打った瞬間高く出るウェッジもありましたけど、割と低く出るのかなっていう。打感も結構深みがあるっていうか、フェースに当たった後にもうちょっと奥にこうグッてこう柔らかさを感じてからあの球が飛んでいくんで、だからスピン結構入ってるのかなっていう気もします。ヒールから入れても結構あって抜けてくれるし、いい音、音いいですよね。うん、14はずっとクロムオリブ電工を使ってたんですけど、はい、もうここ何台かはすっかり軟鉄単層に変わってしまいました。何か理由があるんですかね。やっぱり軟鉄にしろっていう声が大きいに負けたんじゃないクロムオリブ電の方が要はその耐久性があるって言ってあれにしたっていうのは聞いたことがありますけど、はいはいはい、まあ、軟鉄でいい溝が作れるようになったってところもあると思いますね。ヒールからこうドンと打ち込んで打ってってもああいう感じでスピンも効いてくれるし、抑えた球になりやすいし、あんまり上にボールがふわっていかないのが、まあとりあえず最初の印象ですかね。じゃあ今度はこれは H、
確かに特にこの辺のボリューム、わかるかな、この辺のボリュームがすごいこうボテーっと上に、H、同じように明らかに後ろがこのやっぱお尻側が当たるのは分かるんで、当たって押してくれる感じはします。ほらちょっと上に上がると思う。いやお尻が当たってロフトを起こすのかなと思ったら、お尻が当たってそのまま耐えてくれてる感じがして、いい音。うん、ちょっとなんか高く出る感じがしますね。ハイバウンスっていうけど、だから意外とこう起こす動きが少ないと思います、うん、むしろ後ろ側にこう寝かしたまま維持してるみたいな、後ろの重さを感じるというか。でロー、ミッド、ハイと3つあるんですけど、はい、幅はソール幅はみんな一様に広いんだよね。まあ、高さの話だと思う。そう、高さでこのヒール側のこう結構えぐい低重心っていうか、ちょっとなんか同じ見た目の形状なんだけど重心特性が違うような感じがして、これは特徴ありますよね。はい、これローがどうですか。ロー、これ今度ローです。やっぱ比較するとちょっとペタッとしてる感じがしますね、はいはいはい、逆にそうなると今度これは軽やかに抜けてくれるのかななんていう期待をしながら、ああこれちょっと刺さるかもっていう感じの今あーです。あのハイバウンスからローバウンスにした時のありがあるある的な、ちょっとほら刺さり気味になるんで、だ僕は多分この3つだったらニュートラル あのミッド選ぶかな。左側に置いといてうまいことボールだけこうスッて拾える人はこっちの方がいいと思います。小山さんはこれ全然普通に打てそう。白山さんは超人的なすごいスーパーショットも出すけど花道から着っていうのもやりそうそっから寄るのみたいなミラクルショットも起きそう。簡単なの使いたいです。こうやってメーカーが言ってるような優しさは感じます。あのいわゆる単品ウェッジとしての、まあ、寛容性っていうか優しさは感じるんですけど、何よりもやっぱり最初のミッドの出来が良くて、僕は真ん中のあれが秀逸だなと思います全部揃ったね。で L はやっぱり左に置いて、その逆に自分でバウンスを作れる人は多分うまく使いやすいけど、あーソール幅広いけどやっぱりそれなりに L だってことですね、うん、右に置くとちょっと刺さりやすい、あのリーディングエッジ側がちょっとこう突っかかる感じがして、で H はそれが全くなくて、H はずっとこう後ろにこう落っことしてるままずっと使えますみたいな感じがしますね。結構見た目形状こうねパッと見似てるんだけど全然今のいい、ね、あの特性が違うウェッジだなっていう印象です。はい、シングル目指してる人がそ優しいそれを使うといいっていう話なんですけど、まあ、そういう感じはありますか。実際ゴルフでグリーン周りまで来てやっぱりウェッジに対してこう恐怖心を持ってたら当然ゴルフのスコアなんか作れないのでそういう意味においてはまずねこれねミッドから試した方が僕はいいと思います。でミッド使っててもっと軽やかにボールを拾いたいなっていう方は L にするといいし、ミッド使っててもうちょっとこう優しく球を上げてほしいなと思ったら H を使ったらいいのかなっていうぐらい、あのなんとなくパッと見はあのバウンスのこの盛り上がりが若干違うだけでそんなに変わんないんじゃないのっていう風に見えるかもしれないんですけど、打ってみると意外全然あの性能、性格違うなっていう風に思います。でもまあ僕は多分ミッド好きかな。一番あの球の高さが出球が安定して開いたりします。まあもちろん開いてもできますし、うん、でもまあ普通にニュートラルに打つところからまずスタートするべきかなと思います。多分だからシングル目指したいですと、はい、ハンデ10から18ぐらいですってなると、はい、そんな多彩な技とかは多分そんなには使えないので、まず確実にグリーンに乗せることができる、うん、そしてまあ欲しいと思うんですよね。ワンピン以内にボールを寄せられる確率をどう上げていくか、または難しいところから、まあ、ツーピンでも何でもいいからまずちゃんとグリーンに上陸することができるかっていうことを求めるときに、まあ、あの
テクニックも使える入門編的な役割はあるんだけど、顔の構えた感じとかもすごい綺麗な感じなので、だ DJ のシリーズよりはもうちょっとこう上手い人向けってイメージはありますけど、でも、それまでの、RM のシリーズよりは優しいなっていう、そういう、こう中間な位置づけなのかな。今までの RM よりもちょっと DJ 寄りになってる。 DJ 寄りだけど DJ よりは明らかに RM 寄り、そこの性格は本当に真ん中ぐらいだろうなっていう感じはします。なるほど、ありがとうございました、はい。うまい、やったぜ。ついに入った、やったぜ。